助かった。世話になったな。いや、俺らは別に。それにしてもすげえ喧嘩でしたね。あんたも相手の男もえらい迫力でしたよ。俺たちはもうビビっちゃってなあ。ここはホームレスのたまり場なんです。地域の花つまみですよ。住み着いてんのはみんなここへ来るまでにいろいろあった連中で、例えばほら、あそこのテントの主は最近まで看護師でした。何日か前なんて銃で撃たれた男を見てやってましたよ。銃で撃たれた違いますって。タグ、こいつすぐに話盛るんだから。いや、持ってねえって。いたじゃねえかよ、頭もじゃもじゃの筋もんが。今もあのテントの中で寝てんだろ。大きな声出すなよな。おっと、見てください。あれ、あんたはもういた方が良さそうですよ。俺らは警察に何も言いやしません。面倒には関わりたくないんですから。わかった、ありがとうな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。上流 GPS がこの位置で花輪を見失った。何があったか報告してもらう。すぐ寺に戻れ。待ってくれ。花は昨夜埠頭を襲ってきた連中にさらわれた。今そいつらからの電話を待ってるとこだ。おい、報告は寺で聞くと言ってる。そいつを返せ。まず寺に戻って報告だ。花輪のいない間は俺がお前を管理する。指揮系統に従え。身の程をわきまえろ。なるほど、
敵は近江連合を名乗っていたと。しかし一方でその裏付けはできてないんだな。本当に連中が近江連合かはお前にもわからん。ああ、そんなことよりさっきのスマホを返してくれ。奴らから電話が来た時、俺が出ねえと花輪がやばい。それは気にしなくていい。どうせスマホは電波を遮断している。 GPS でこっちの場所を探知されちゃ困るんだよな。どういうことだ。要するに向こうが電話をかけてもこっちには繋がらないってことだよ。だったらなんでここに連れてきた。状況を報告してもらうためだ。まだ終わってないぞ。誰が質問していいと言った。いい加減にしろ。話になんねえ。そりゃ話にならないわけだ。お前は自分が何だと思ってる。こんなことをやってる場合じゃねえんだ。仲間が人質に取られてんだぞ。奴らだってこっちとの連絡がつかなきゃ花輪を殺す。その代わりこれ以上我々の情報が漏れることもなくなる。何？もう花輪がさらわれた時点である程度は仕方ない。拷問にかけられ何も喋らないなんてまず無理だ。これはお前の責任だな、上流。だがまあ我々は情報が漏れた前提でまた組織を闇に潜ませればいい。あんた花輪を見捨てる気か。何の手も打たねえうちから。あいつが本当に大道寺に忠実ならもう自分の手で自分に始末をつけている。そうでないなら組織をリスクにさらしてまで救う価値はない。そいつは大道寺の方針か、それともあんたが個人的に責任を負いたくねえってことか。知ったような口を聞くな。やれ。初めからこうしてりゃよかったんだ。伝説の極道だったらしいが、結局俺らとどこが違う？同じ日陰者だろ。これからは特別扱いもしない。任務とあらば汚れ仕事はつきものだ。それをもし断ればお前にも沖縄の子供たちにもペナルティを与える。どこにでもいるんだな、無能な指揮官ってやつ。俺の名前は吉村だ。よろしくな。自分の立場を分からせてやれ。時間は好きなだけ使っていいぞ。スマホを返してくれ。電話かかってくるんだ。今ならまだ花輪を助けられる。我々も好きでこんなことをやってるんじゃないんだよ、桐生さん。まあでもこれから一緒に仕事もするだろうし、自己紹介を兼ねてたっぷり殴らせてもらう。仲間が敵にさらわれてんだ。なのになんであんな奴の言いなりになる。お前らもいつ見捨てられるか分かんねえぞ。かもな。でも少なくともお前よりは後だよ。失礼。お邪魔いたします。何か？皆さんにお見せしたいものが。先ほど桐生さんにお持ちいただいたスマホです。電源を入れるとまずいのでしたっけ。 GPS で敵にこの場所が知られてしまう。だったらなんで切らない。それはもちろん花輪さんを救いたいからです。おい、おい、何やってる。自己紹介するときはたっぷり殴るのがここの流儀だったな。
お互いによく知り合おうじゃねえか。ジョーリエ、てめえ行くぜ。いざとなると暴力で解決してしまう。我々の修行はまだ道半ばですな。あんた、よかったのか。こんな真似したらまずいことに。